はい、こんにちは、スカイドムです。こんにちは、プロボーラーの竹原美希です。今日はですね、はい、じゃん、見えるかな、みんな見えるかな、今ね、35枚目にね、タオルを置いてるんですよ、うん、で、この35枚よりもインサイドから投げて1ゲーム対戦しましょう、うん、これよりも内側から投げるってこと？決してレーンは遅いとか、めちゃくちゃドライっていうか、そういう風なレーンではないんですよ。普通のデイリーコンディションですね。デイリーコンディションで、なんで抜けるところもあるかもしれない。だからもう自分のもアジャストで、もう立ち位置はもう決まってるから、決まってる。あとはスピードなり回転なりアジャストで。で狙いに行って、さらにスペアが残ってもそっから狙わないといけない。結構ね、かなり難しい。そう、右のピンが残ればまあいいよ。でも左のピンも残るってなるとね、きついね。いやー厳しい。ってことでね、はい、早速やってみましょう。はい。よし、やろうか。行きましょう。さっき一回投げたけど、うん、違和感半端ないね。いや別にさ、うん、あんなインサイドから投げることあるよね。一応ある。あるんだけど、うん、だいぶインサイドだね。もうね、レンコン関係なく、レンコン関係なく。別におかしい言葉じゃないけど、もうなんか運が多い感じだ。もう言えない。おお、どんな、まあまあまあ1回目はな、まあ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 、すごい圧迫感だな。おお、おお、素晴らしい。おおい、2本取れよ。一歩リードやな。おお、うまい。あー、やっぱり。おー、うまい、うまい。ギリギリやん。でも足俺、いや、そうだよ、5センチぐらいあって。5センチか。うん、ここは取っときたいな、スペア。あれはどうやって取るの？曲げて取るの？曲げて取ろうかな。 OK。 おお、あ、うお、トップ。タオル入んのかい。あ、やばい。よっしゃ。ちょっと。ポケットじゃないといけないんじゃなかったっけ。え、今ポケットじゃなかった。すごいとぼけ方だね。もう YouTube でボーリングやったらそんなそんなことなる。なる。なったわ。おお、さすが。いや、ボールがいいわ。さすが、いろいろなんか崩れてたけど。おお、ターキー。おお、うまいな。おお、きた。ミッキーさん、やばくない？やったぜ。よっしゃー。まあ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 、ここで私がねついていったらいいんだよ。まあ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 。我ながら似てると思ったけど。うわー、あー、もうちょっと頑張ってほしかったな。ここならって。頑張って倒れてほしかったの？頑張って倒れてほしかった。天秤絶対外したよね。天秤好き？天秤大好き。マジか。言ったことないけど。初めて言ったわ、ボーリングしてて。おお、もう掴んじゃった？いやいや、全然掴んでない。は？ああ、天秤が飛んでくれない。天秤大好きですね。天秤大好きやからさ。そういう大好きじゃなかったんけどさ。確実にね、スペアは取った方がいい。よし。あー、タオルも結構際どかったよ。今タオルも結構際どかった。危な。
あの人めっちゃ入ってるけど。出過ぎたかな。あー出過ぎたね、やっぱりね。恥ずかしいな。あなんかここめっちゃ気になるね。うん、一応結構狭い。狭いね。うん。すごい上手かったよ。すごい上手かった。すごい上手だった。いやでも取れ、いやマジかきついな。マジか。いやきついわ。わ一応さ、ボールがさタオルに触ってるよさっきから。いやタオル、一応タオルに。いやボールは触ってもいい。そんなに言ったら気になるじゃん俺次から。絶対そこ見切れてるんだよ。うわー天秤、天秤大好き言うてた。どうやったら天秤飛ぶん。うまいな、プロの技やな。俺はいいよ天秤とか。全然大嫌いだから。天秤俺は出なくていいのに。いやいやいや、ここで出て私がとりあえずマックス持ってきたら200よ。200か。 OK。 マジか。ほら。だから天秤嫌い。よし。よし。やるやん。やった。やったぜ。はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。いや難しかったね今日。神々だね今日。まあ神だね。いやでも本当難しかった。、はい、難しかった。いやでもトムさんめっちゃうまくアジャストして、ストライクが何個入れたの。でもね結構ね、ここのストライクですごい。裏も1個入ったけどね。いやいやいや、でもさ、いやミキさんもね惜しかったよ。でも天秤が大好き言うて、天秤ずっとガーッ来たから。めっちゃ天秤残った今日。ほんまにめっちゃ来たね。でもねさすが結構ね、スペアもねほら回転かけたりストレートやったりで惜しかったよね。いやあれがあればわからなかったね。あれ取れてたら結果的にね、あんまり点数はそれで変わらないから。20ぐらいだったからちょっと悔しいです。まあでも僕の勝ちなんで。いや次は悔しいです。本当にあれしましょう。さらに40枚目にタオルを置くか、今度逆にも右側に。なるほど。ほら僕らって回転があるから、まあね、インサイドによればまあ、ね、曲げれるじゃないですか、うん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 、逆に今度ね右からね置いたら。なるほど、ね、10枚ぐらいに置いて、きついな10枚は。きついと思うけど面白いんじゃない。まあまあ、そんな感じで、はい、今度またいろいろとやりたいと思ってます。はい、じゃあ今日の配信終わります。バイバーイ。バイバーイ。